足の置き場が結構なくて、大きい幅を取らざるを得ない時とかもあるんですけど、やっぱ何を一番優先するかって、やっぱ自分のそのリズムだったりピッチを優先していった方がいいです。やっぱり一歩にかかる時間が長ければ長いほど後半そのツケが来たりするので、例えばこういう障害物があって、こういう時間を取るよりはこうやって自分のリズムで行った方がいい。そこを遠回りって考えるか、自分のピッチだからって言ってそれを優先していくかっていうところの、やっぱり長い距離になればなるほど1歩にかかる時間がだんだん増えてくる。平らになっている、こうカーブを描かないように、ここは緩まないようにしておきます。これを意識するといいです。この骨盤の向きっていうのはちょっと難しかったら、ここの開きをで調節してもいいです。肩甲骨を寄せるっていうイメージの方が分かりやすい人もいますし、ここを開けるっていうイメージの方が分かりやすい人もいますし、単にここをこういじってあげるだけで、あ、こっちも変わるんだっていうのは分かる人もいます。なるべく足が曲がる感覚を減らしていくように、もちろん曲がりますけど、曲がった状態で設置してこんだけ沈み込むのと、まっすぐのイメージでいってこんだけ沈み込むのでは足の持ちが全然違う。やっぱりこういうふうに一回沈んだのをもう一回上に上げるってすごい筋力を使うことなんです。それを何キロってやり続けるってすごい体力。ここを基準に体をまっすぐにしていくっていうイメージ、発想の方がいいと。体大丈夫ですか？飲み物とかちょっと取りながら行ってください。じゃあ行きますか。